どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。やっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン S、 視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストは総理悟さん、太郎翔さん、マートン3割4分9厘さんからのリクエストですね。門田博美選手を作っていきたいと思います。いきましょう。この選手、そうですね、パワーヒッター、やっぱりパワーをね、上げていきたいんですよね。イメージとしては本当になんだ、アブさんでよ、なんかよく見たことがあるっていう僕のイメージなんですよ。どちらかといえば、その現役を見たことがないのでね、いかんともしがたい。とりあえずミートパワーでいってみよう。ミート強化、パワー強化で狙いとしては、総力とかその他は割とほどほどでいいという。あ、どうだ、すでに弾道には美味しいかもしれない。よし、やっていこう。しかし最初パワーマスがゼロというのも非常にちょっと嫌だ。選手に会ってシャッフルします。これはちょっと回復の位置が、そんな近くに来られても困る。難しいとこですよね。いて、結局これあれか、あんまり取れないやつか。せめてミートとかでも取っておくか、あるいはハテナ。うい、よし、パワーアップ、よかった。うい、よーし、回復、危ない危ない、回復がうまくはまった。ゴール、無理はしない。ネクストステージ2。さあ行きましょう。パワー、ミートパワーで取って、総力っていうのかな、ちょっと難しいけど。まずやる気上げるか、それとも。ちょっと、やる気だな、やる気上げて、ちょっとそれだと遠回りになっちゃうか。あ、でもそれぐらい使って体力いった方がいいね。よっしゃ、じゃあそうしましょう。はい。ミートパワーと言って、で、ここで、はい、やる気アップ。で、ちょ、ハテナ。よかった。はい、そして選手に会うと。はい、川島選手。パワー、いいね。いいね、パワーヒッター。嬉しいよ、そういうの。よいしょ。で、ほい。ギータさん、さよなら。ほー、ちょっと違うか。まあいいや、とりあえず取っていこう。はい。まあ、とりあえずパワーが上がったって考えりゃいいかな。これでちょっと、よかった。シャッフルー。やばい、赤来ないで。フラグ立ったくそー、せっかくパワー、なんであんなちょっと遠回りしてやる気あげたのに。よりによって来るかね、あんな綺麗に。嫌なフラグ立てちゃったもんだ。パワーヒッターちょうだい。盗塁し、ローボールヒッター。すげえ技巧派になりそうな気がする。おい。守備力アップ。よいしょ。で、補給アップ。まあまあまあ。で、どうしよう。一旦ちょっと上行って、こっちか。ほい。おー。弾道アップ。いいね、みゆき。やるじゃないの。はい。ミート強化、かぶるやつ。8回復は美味しいけどな、なかなか。あ、よし、パワー入った。しかし、このハテナ2連チャンがちょっと怖いか。ほい。よいしょ。ほい。からの、からの回復。よし、オッケー。あ、じゃあゴールで。もうやることはない。青無地になっちゃったらね、生き残っててもしょうがあるまい。しょうがない。さて。博士いんのか、博士。いやーでもちょっと、ステージ4で博士はちょっとなかなか珍しい。行くか、もう男は。男は黙って行くべし。パワー、余ったパワー。まあ、行こう。やめて、赤地獄。ほい。回復。さあ来い。あれ来ない。上に来ない、なかなか。これ、博士行っちゃうな、これ。あー、ダメだった。まあまあまあ、いいや。いや、できないならできないで、いいや。そんな、気になってやって、正直、やる気普通だから、確約がないんですよね。できるっていう。ちょっとカレンさん、これやめと、行こう。よし、意外とあっさりすぐ会えた。はい。で、ちょっと、あ、野球マン。あ、今来てもしょうがないな。ステージ5で来てほしかった気持ちとしては。しかし1号というのは結構いいから、パワー肩が上がるんで。下に降りてくるから、こう会えると。よっしゃ、やる気も上がると。いいね、上がってきた。で、最短距離で帰ろう、とりあえず。で、満タンの状態でゴール。ステージ5にかける。最後行きましょう、ちょっと。もうこれで身を守る術はなしと。お、よし、歩数をちょっと計算して、はい。で、ま、もう多分この次で総力、あ、そう、あー、パワーヒッター来たー来たー、パワーヒッター素晴らしい。で、
1,2,3 歩でちょうどいいね。じゃあエラー回避上げて、よし、オールパワー入った。あ、しかし、とりあえずオールパワーにして、で、効果で、オールパワー。あー、嘘、しまった。カレンさん動くのか。あれなんかじっとしてる気がしたから言ったけど、しまったか。おわー、やばいか。まあちょっと立て直していこう。ここはとりあえずパワー いけるところまで上げて、よし。はい、そしてパワー超人で、もうパワーいいや。で、まだ紫もう一つ、よーし。あ、ミートもなかなか、おい、入れ替え紫がないんだよな。ほい、5回復、パワーカンストしちゃったな。どうしよう。はい、そしてこれで様々に輝く。いいぞ。あ、いいぞ、なかなか。しかし紫はなしと。ほい、まずミートで、はい、はい、シャッフル。さあ、そしてうわー、オールパワー来ちゃった。ここでどうしよう。1,2,3、いや、パワー取ってもなんか、しょうがないんだよな、カンストしてっから。そしたら、1,2,3,4,5,6,7 で、ちょっともう一回シャッフルを狙おう。いや、パワーカンストが思いのほか早かったから。あ、やばい、これやな予感がする。おー、怖い。で、とりあえず、はい、これで、10回復。そしたら、弾道4まで行っちゃおう、行っちゃいたいな、できれば。はい、シャッフル。ミートだよ、ミート。あと、あ、ミート来た。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ぴったりいけるな。はい。ミートアップ。はい、パワー、弾道4。よし、来た。オッケー。いいね、パワーヒッター。弾道4のパワー100カンスト。で、1,2,3で終わりだな。オッケー。あ、よかった。パワーカンスト切れないで。よーし、どうだ、ただミートちょっと足りんか。多分ミート足りねえな。うん、なんかそんな気がする。いや、でもパワーヒッター来たのは良かった。なんか、俺なんか珍しい選手できたな。このなんかちょっとパワーの割り振り方は俺ね、あっぱれだと思うんですよ。あっぱれっていうか、なんていうか、逆にすごくないですか？全部 E でパワー以外。で、弾道4パワー S というね、超ロマン砲。あー、でもまあパワー S はいけたい。パワーヒッターももらって。で、補給、あー、F、そっか。走力、肩、守備が F だったところを、まあ、そのなんかちょっと、うまくミートに割り振れてればもうちょっと良かったな。でも弾道4に上げといて正解でしたね。まあ、これはこれでありなのかなと。おい、パワーガン振りにした角田選手、超ロマン砲が完成しました。ということで完成とさせていただきます。あの、すいません。俺、パワーヒッター、弾道4パワー S のさよなら男とか、もうロマンでしかないだろう。ということでアップロードしておきます。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。なかなか久しぶりに面白い選手ができたということで、それでは一周回してみましょう。どれぐらいホームランするのか楽しみです。行きましょう。お楽しみに。ロマン砲万歳。ということで1年間回してみた結果でございます。やった！ 2 割4分8厘、ついにホームラン40本の大台、113打点と、超ロマン砲最高の成績な、打率に関しては正直いいと思う、別に。打率に関してはいいから、とりあえず41本のホームランを叩き出したということは、ね、でかいと思いますよ。いや、やっぱりね、パワー S、4冠そのパワーヒッターっていいもんですね。ほんでもって打点だってチームトップですからね。よかったです。得点圏打率はちょっと、まあまあまあ、そんなもんか。打率に比較したら。まあ、普通に打つ感じで。いやー、嬉しいね。やっぱりホームラン40本になると気持ちいいわ。併殺実施。いいよいいよ。そんな方、どうってこと言いないですから。やった。ということで、それ、まあ、超打率5割。うん、いいよね、やっぱり。ワクワクします。さあ、それでは守備率。二失策、外野で。まあでも、それぐらいはとってことないな。はい、というわけでね。意外と、全能力がいい、なんか、もうバーンって高いんじゃなくて、一つに何か引いてたものがあれば、かなりの成績残すんじゃないかなっていう。僕ね、こういう選手大好きです。というわけで気に入っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。リクエストする場合は動画概要欄をご覧ください。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。